本作はね、ちょっとどれぐらいの高さから落ちて死なないかがよく分かってないんでね、これがきついなっていう。今の場所もね、飛び降りれるかなとは思ったんだけど、なーに、あいつどうやって倒すかだよな。あいつちょっと人面みたいなやつだったから強い鳥だしな。よく訓練されてやがる。もう一ぐらいプラス欲しいね。二角になればだいぶ楽になりそうなんだけど、ね、そろそろ、ね、北栄一の2が普通にドロップするようになってほしい頃だ。くっそ、読むのが怖いねこれ。美しい、そうでもない。任すやつ多すぎよし、これで論争が4だ。やったぜ。これはさすがに高すぎる。そっちもいけない。お、と微妙に足場が見えるね。これを経由すれば、降りれるね。でもまあ降りるのは簡単、登るのはしんどいんで赤ですね。ここでなんかと戦ってるね。何があった？下があるぞ。本当だ。お、はしごもある。うーん、割と血まみれだな。下を経由するとアイテム、まあアイテムあるなら行くしかないか。ゴミじゃねえか。お、開いてんじゃん。うーん、下の状況がわからん。あ、なんかいる。友よ。はじめまして、ロジエールさん、魔術師。井戸。ロドリックに挑む。学びます。魔力、ちょっとお金足りませんが、多分最終的にね、全部買えっていうトロフィーがある気がするんで。俺今 FP 使う技がないんでね、これ覚えてみようかな。
そしたらね、ちょうどお金もなくなって、ある意味安心。いるってことはこの辺にセーブポイント欲しいよね。登れんのかい。ね、いつでも覚えに来れるようにこの辺に欲しいよね。おお、世界樹のたもとにやってきましたよ。お前ら敵だろ。完全にぐっすり寝てるよ。もう戻ることはできないか。どうするこれ。ちっちゃい方を封じで確定で殺してから大きい方と。じゃあの、おお、よし、じゃあな。こいつ何回も復活するやつだし。戦うもアホらしい。よし、参った。太ったやつはまだか。ジークなのか。人の手とかが釣られてんだけど、案外いる。剣と盾と腕いっぱい、なんかキョッチャリなの、キョッチャリの。カニ、カニ、宝箱もあるね。出ていくんだろうね。こいつもなんか釣られてるね。巨神兵だ。敵もいるな。バックスタッフ。これ何なんですかね、鳥足の黄金付けって。鳥いない？あ、入れる。宝箱もある。ちょっと降りるには高すぎそう。あそこにね、騎士がいるんだよね。戻ってこれそうだな。大丈夫。バレてるこれ。バレてんじゃん。
注しても良さそうだね。こちらからは開かない。なんか NPC が捕まってるのかな。ん？ああ、一般の雑魚。お前は聞いてない。なんかすっげえ勢いで飛んできた。あの春馬野郎、嫌だな。まあ呼んどいて、裏から。いたね、さっきのやつ。敵もいるんでちょっとでも減らして、おお、いい反応できた。頑張った俺。この風、風無理やなこれ。もうアイテムだけ取って駆け抜けよう。ハイランドアクス、あいつ通れんだろう。何これ、本当？信用などしない。いるじゃねえか、ほんとすぐ嘘つく。この先待ち伏せはないぞ。嘘、待ち伏せがないとは言っていない。盾持てるから右手の方が安全っつったら安全だね。セーブポイントがないと行きたくねえな。そろそろあってもいい頃だよね。これは上のショートカットポイントとつながったか。よし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 、オッケー、これで安心してあいつと戦えるな。じゃあちょっとやってみるか。死んでも怖くない。届くんかい。これはめれるよね、明らかに。ということでね、初めてのショート棒矢は普通の矢。今作初めて使います。結構体力かわすようになってる。うっそ、
まあ、逃げ場もあるんでね。これで矢かわすようになったのか。大くらいだ。まあ負けてもすぐ帰ってこれるので、ちょっとねヘイト切って、うん、まあまあまあそこまで体力高いわけでもないし、魔力の論争。全部買ってかないとダメだね。あいつどこ行ったっけ。割ってでも全部買っときゃよかったな。まあ回復フルで、指名取れんのかなこいつ。まあ、ワンコンでも入れれるだけでも全然違う。ヘイト切って。切れてないね。切れたら地図見れるようになるから。おっ、あったな。しかし警戒してるなあいつ。もらうか。これ系の敵のあらる縦の攻撃の方が痛いんだよな。すごい攻撃だ。あーだるいな。後ろに回り込めないし、手があるし、
魔法とかでぶん殴る方が絶対に早いんだけど。くらいで死ぬ。いつの間にか取ってない？なんか増えてる。とりあえず一発殴ってスタートかな。ゼロまで近づくとね、気づかれるんで、もう振らせて、でもそこまででも、あ、骨なくなってる。ちゃんとガードする鬱陶しいな。
火炎壺を大量に用意するとね楽そうなんだけど、まあちょっと結果打ってきますか。攻撃終了まで我慢、ね、さすがにこいつは復活しないか。あ、王様だ。やっとゆっくりね見れる。でまあまあショートカットの方はよしとして、